本田さんから海苔の差し入れですということで、はい、昨日の本田さん、あの飯の配信でスパチャいただきました、ありがとうございました。ご本人のいる前でありがとうございますと申し訳ないんですけど、はい、というわけでこれね、このオリーブ海苔も美味しい。これあの先々月の生配信でね、喋りながら食べさせていただいたんです。ちょっとこれがね、ヨネザイズミのフィールファイン TV 東成高専久泉旅館11時過ぎギリギリのチェックアウト、あれ過ぎてんじゃねえかって話ですけどね、はい、ちゃんとペットボトルの分別とかやりました。おちゃんとね、久泉さんはペットボトルちゃんとラベルとキャップね別に回収ということでしたよ。はい、というわけで、あとはね、飲んだくれてから帰るだけなんですけど、その飲んだくれると場所、神田ね、千両上りが出ておりません。どんな塩梅でしょうか。開いてません。ああ、臨時休業が出てたりして、はい、電気はついてどうでしょうか。さあ、というわけでね、入れていただきまして大変ありがとうございます。早速レモンサワーいただきましょう。ぶわー、風上がりのレモンサワー最高ですね。はい、毎度おなじみ魅惑のサービスアテでございますね、こちらマカロニサラダ、マカロニサラダ、そして味の染料に入った醤油ラザラとともに噛みまくり、ナス一本漬けですね。はい、ということで、まずナス一本漬けからいただきましょうか。まずは木でいただきます。どうですか、この美しいミョウバンの色、勝手にミョウバンとか言ってますけど、はい、うん、十分これだけで塩味は強めだと思いますが、東北だからね、これも漬けていただきましょう。うん、醤油の塩味が立たる、またね、めっちゃ生姜ですけど美味しい、まあ、ここで味の素一押しするとね、さらに昔の家庭の味になると思うんですけどね、それはそれとしていい、はい、レモンサワー飲みまくりましょう。そしてマカロニサラダ、この人手作りだよね。あ、このオニスラがね、めちゃめちゃこう、あの昔ながらのサラダの味になってるね、はい、卵もちゃんと入ってますし、ハムも入ってる、素晴らしい、うまい。はい、本日混雑するということでね、S さんと相席ということでよろしくお願いしますということで、サービスアートの3品目、ね、3品目として、ローストビーフ来ておりますね、でもあんま当面手がつかないよこれね、もうすでにこんだけの消費ですでに2杯目っていうね、やっぱり湯から出た後のレモンサワー飲みすぎます。まあ、今日ね、麻婆豆腐しか注文してないからね、神田注文してないからね、まあいっぱい飲めないとね。はい、3杯目、はい、おいしい。私は、私はいいですか、うん、あ、手がいいです。ちょっとこのローストビーフ、これソースなしで、これ木で食べるのかな。あ、湯も美味しいですよ。何もかけないと肉の味がちゃんと染みるね、カメラ。ありがたいです。3杯目が美味しいね。さあ、というわけで、これ4杯目かな、4杯目ですかね。すいません、何のこっちゃですけど、はい、今日いろいろといろいろユニークなお客様がさっき来てまして、はい、なかなか楽しいですね。本田さんから海苔の差し入れです
ということで、はい、昨日の本田さん、あの飯の配信でスパチャいただきました、ありがとうございました。ご本人のいる前でありがとうございますと真面目ないんですけど、はい、というわけでこれね、このオリーブのりも美味しい、これあの先々月の生配信でね、喋りながら食べさせていただいたんです。ちょっとこれはね、青のりが入ってる、ラッキーのりですよ。これね、めっちゃ青のりの香りとね、あの食べる時に噛んだ時にね、青のりの風味がします、風味と香りします、すごいです。もうね、何もつけなくても美味しいですよ、本当ね。皆様、本田さんのご利用よろしくお願いします。売ってないですけど売ってないです、残念ながら売ってない残念。さあ、レモンサワーと共にやってきました。オーダーからまあ1時間50分ぐらいかかってるんですけどまあこれは別にね、あの時間かかったというよりは、あの作るのが後回しになっただけということでね。あともうね、本田さんの海苔を食べまくった結果、もう若干こうグラスに海苔がついているんですけども、はい、ありがたくいただいております。そして麻婆豆腐ね、いただきましょうね。はい、まずは5杯目。はい、相変わらずですが若干薄くなった気がするんだよな。はい、まあそれはそれでね、はい、いただきましょう。はい、オーダーからねだいぶ経ってるんですけど、まあ熱々で、そして今日ちょっと辛めですよ。ヌルザに合わせて辛めに作っていただけるかな。これね、ココイチ3辛ぐらいありますよ、辛さ結構辛い、普通の人にとっては結構辛いと思います。おいしいおいしい、まあ、ちょっとね追い唐辛子とかしたいと思います。すごいポリシーが。はい、こちらの2つをねかけてみましたよ。満足のいく辛さになりましたね。ココイチ5辛ぐらいになったんじゃないかな。結構辛いですね。美味しい。ココイチは分かりやすいよ。楽しい千両の宴ももうおしまいでございまして、だから途中中座してまいりまして、中座じゃないね、泣く泣く後ろ壁引かれながら、見せてました。お会計は3800円、じゃあ2800円、レモンサワー5杯とね麻婆豆腐800円ですね。ありがとうございます。レモンサワーちょっと薄くなった気がしますが、その分ねあまり酔っ払わないで帰れるというですねメリットがあったりしました。というわけで、鳴子御殿駅から木戸に入りまーす。現在で補給できるからね。はい、はい、終点小答えでね、東本線始発仙台駅に水下がりです。はい、終点仙台に、ちょっと時間に余裕ありますけどね、青森の中道さんから電話が来るという噂がありますので、ちょっと待機したいですね。もう名前バンバン出しちゃってますけどね。ニューデイズ仙台に来て、在来線改札内のこの駅が仙台のフラッグシップショップであるというね、そういうことなんですけど、桜買いました。なぜ人かしか買わないかっていうとね、なんかもうすぐ入線して折り返しらしいんですよ、乗るべき原の町行きはね。
で、そうするとね、このビールをぬくめないためにギリバリまで粘ると座れないっていう問題があると思いましたね。だそれは避けたい。あ、そんなことないですか。そんなことないか。でもまあいいや、とりあえずこれを並びながらね飲むようとして間違ってましたけど、インターはね、はい、こうですね、これを今から並んで飲みたいと思います。腹の町入選いつだろうね。あの折り返しに相当するダイヤはないのでね、いつになるか分かりません。なんともうやってきました。これなんですかね。これ高校生初の試合コーナーだ。これね、階層って表示ってないかな。おー、なるそうです。はい、しかもこれは後ろがきちってやつかな。はい、なんとちゃんと3両目の一番先頭に乗っております。はず。おー、原の町行きだ。はい、というわけで常磐線を原の町行きです。折り返しやす。おお、丸ごと全部 E721。 これはもうボックス潜入してお祝いですね。はい、お祝いは正義。もう言ってること日本語は支離滅裂です。まあね、この後ですけど原の町で帰るかもしれないですけど、まあ、戸籍は渡らない方向で。でね、いわきはね、改札内のユーデイズは閉まるんですけど、日曜日早くて改札外が空いてるらしいんだね。折り返し時間20分ぐらいあるんで、そこで行って。で、水戸とね、もうそこからさっき水戸用事のキャラで全部ユーデイズがこの、あの乗り継ぎでね、行けるところは全部終電でございます。あの終閉店でございます、日曜日はね。というわけなので、早速桜を飲んでまいりましょう。この様子を撮ってもらいたい。じゃあ桜行きましょう。ウェイ。ふはー。さあ、動画の編集でもしますかね。ここまでダラダラ動画見ちゃったんでね、ズームやってましたけどね。そう、ギリギリでございますが、17時回ってからもう一度ヨネザワプレイだ。これヨネザワだ。何を言ってるんですか。まだ仙台駅出てないですけどね、ウェイしちゃいましょう。これで猿払村の牡蠣とか食ってみんな飛ぶぞだね。はい、いただきます。すごくいいですね、ほんとね。はい、まだ来てないですね。はい、終点原の町。分かってたことですと、ニューデイズもう閉まってます。サックルは通過調達できます。はい、というわけでね、この下り列車がね、事故で14分遅延ということで、もうダイヤ過ぎてるんですけどね、まあいわきで吸収されるんですけど、いわきで桜をお祝いする時間があるかどうか。原の町駅から常磐線折り返し始発岩井駅です。これボックス連れてですね、あの岩井からさ、オールルームなんで、ね、トイレに向いてはい、終点いわき一旦降りましょう。なぜならば改札内のニューデイズはもう閉店済みですが、改札外のニューデイズが空いているらしい。そして今なんか線状降水帯的に雨、いや別にそんな激しい雨じゃないみたいですけど、JR いわき駅下車しましたね。あの正面のニューデイズは閉店、こっちのニューデイズは空いています。でね、今入線時刻聞いたら40分だってことなんでね、入線してから乗り込む直前に買いたいと思いますね。
さあ、というわけで、極力ニューデンスで粘って、桜ロングか2巻と当てを当てというかね、まあ、食料、夕食ですかね、調達しました。ああ、セミクンスじゃないですか。これは当たりですね。というわけで、水戸駅じゃない、岩木駅から水戸駅です。当たりですね、これはね、大当たり。オールローム出場と思っていたので、大当たりです。なんかめちゃめちゃ難しい感じなんですけどね。とりあえず発車までは置けてるということでね、サックラミガンと、セブンイレブンが持った開発でみんなどこのコンビニをパクってるやつですね。はい、こちらでございます。さあ、じゃあいただきましょうね。よいしょ。はい、うわー、このくらいの濃さのね、ライトリーカーだとね、まだまだいける感じですね。ちょっと肝臓がね、うまい。はい、というわけで田下駅で降りまして、はい、始発に乗り換えですね。もう向こうに止まってますね。例によってね、編成の状態をよく知らないので、どこで乗るのが一番合理的かはよくわからないんですが、これも充電なんですかね。というわけで、カスタイから常磐線始発の阿鼻子行きです。よいしょ、ガラガラですね。もうここから先にニューデンス空いてないので、もう飲みません。はい、天皇台駅で乗り換えようということでね、降りました。そして、なんと、スカートからパンツに履き替えました。天皇台駅から快速上野駅終電です。なんかランガランですね。終電を南新津駅で下車します。まだこの動画は、今回の回もまだ終わりません。あれ行き詰まりました。お、ここだここだここだ。はい、ここですよ。もう何回、あ、大体3回だって。ようやく、というわけでね、借りた自転車にようやくたどり着きました。一回キャンセルして延長しました。はい、予約が早すぎました。さあ、帰りましょう。帰るまでがじゃなくて、このチャリを置くまでが旅です。というわけで、セブンイレブン隅田成平5丁目店の前のポートにね、4キロ20分で走ってきて130円で、戻りました。これでね、行きのトラブルがなければね、夜行バスより安かったんだよ。ね、今回もこれだけしか使わなかったとしても、まあ、それはしょうがないです。無事ね、1時前に帰ってこることが分かったので、これからも元気な時、雨が降らない時はこの道で帰ってこうと思います。というわけでご視聴ありがとうございました。ここから100メートル自宅でございますね。今から帰りたいと思います。次回の旅ですが、大マグロックですね。はい、今週末。チャンネル登録よろしくお願いします。